っていきまーす。意外とうまそうでしょ。どういうこうどうするんだろう。いや狙いがあるから開けてるんだよ。勝負するのでまずは売りを抑えつつ、レーンのところでキルプレッシャーの高い、例えばまあカイサとか、はい、あといったチャンピオンをここで抑えていく形になるかなと思いますね。自信あるかどうかマジ大切だな。売り上げ行こう。明らかにね違う。国際大会LGL のチームが LCK のチームと戦うのは今回が初ですから、はい、とても楽しみですね。どれぐらいその本当に、まあ、トリスターナの差があるのかというのもちょっと。へえ、トリスターナ、トリスターナかなりイケイケだな。すげえ、うん、受け身ではなくちゃんと倒しに行く。試合作りを作っていきますから、まずはザイヤ、ダーリー、やだ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 、ザヤはヤジャ。そうなりますね。これでダイブに対するカウンターピックがアリスタ。あーフロントを用意してきたね。トリスタのダメージが吸われちゃうとやだな、アリスタに。来ました、アリアのゾイ。さあラストバンで何でしょうか。おな、これサポートチャンプどうすんだ。仕掛けられるエンゲージ系のチャンピオンを抑えていく。これレル引き出されてないか、レル誘われてねえか。アリスターとモルガナをってレル出すのってマジきつい。マジかー、めちゃめちゃやりづらいと思うけど、まあしょうがないねこれは。そしてさあ何行く。フランクに対して何がありますかね。やべ、かなり難しいですが、あーごっと、なるほど。おお、エビ君のアーゴットはちょっと見ものだぞ。まあでも特にこれボットでやりにくくなったよね、 GP 出されたことによって。ザヤっていう完全受けなチャンプで、まあトリスが攻めたいところではあるけど、アリスターレルが厳しいし、で GP のアルティメットでボット補佐されちゃったらそれこそ厳しいし。やってくれ、頼む頼む、やってくれ。崩せるかどうかですね。ただデイ2もそしてデイ1も振り返ってみればデトネーションをかすみ、自分たちでシャイコー頑張れよ。信じてるかな。まずは立ち上がりとなりますが、エビはプレスアタックですね。あとはやはりヘイリブレードプレスアタック、モルガナプレーター。まあ、先ほどのパブもそうでしたけど、モルガナはプレデターを選択してレーン関与の性能を上げていくという選択肢が多いですね。おっと挟んだぞ、カーンがいるのが見えた。いいから、いいね、投げてスティールの方で殴りますが、プレスアタックをさあ、カーンのスラッシュが強いレベル1が落ちました。ナイスー、これは素晴らしいですね。おい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 、まさかの1ヤード DFM? GP フラッシュはでかいってわよ。クリアでのジャングルスタートになります。ん、これボットミニオンやったか。うわー違うね、違うね、うわー違うね。いやー、いいダメージが入る。エビがレーン強いぞ。すげー、レベル1から引っ掛ける報酬飲んでダメ取りは。あー、ちょっといいを投げた相手にフォーカスできなかったね、とりあえずね。やはりいいを取れていないので、バーサーの勝負が勝てます。いやー、この時間帯仕掛けるね、素晴らしいダメ取れ。アリスターこの時間帯弱いよ。嘘でしょ、 LGL、 LGL 嘘だろ。そして信じられん動きしてる、マジか。この積極さを見せれるのすごいよ、心負けてない。そして入りに行く。今ブルーバフへ行ったタイミング、ただちょうどワードが、トップのミニオンウェーブは、あっとこれグロンプとブルーバフを取ってる、ミッド、あ、惜しい、届いてたらでかかった。狙いはバッチリ出す。さあここ狙いに行く、モルガナ乗らないぞ。さあダブル使った後、さあどうする、狙いは、なあ、ブルーがリセット入った。スティールはレッドバフ持っています。ダークバインドでのディスエンゲージ、ちょっとリセット。いや、すごいな、これリセット入るのうますぎでしょ。そこ冷静に下がってきましたね。そして今度はトップレーンにプレッシャー、
これリセット入んのマジでうめえ。にゃいでね、フラッシュレッドオフ、嘘でしょまさか、それ避けてんの、ナイスナイス。いや、ここスティール選手が本当に素晴らしい冷静な判断しましたね。さらにはやはり何といってもこのアリア選手がミッドレンで勝っていることですね。嘘だろ嘘だろ嘘だろ LCL LCL 冗談よしてくれ。スティール選手が食らいつけるかですね。今のガンクは、今のガンクっていうのはスティールの時間をかなり使ってる、めちゃめちゃ使ってる。今で CC を使わないようにしましたね。女性関節中、まあ、チャンピオンに重なって見えませんでしたけども、オレンジを食べて CC 潰していると。あーなるほど、といったところがありましたが、まあ、それも含めた上でオールインの計算をしてましたね。ウギアの時間を相当使ってのエビクにワンキル。レベル差がガンクした分だけ差が広がります。まあ、これについていかなければいけない。これはしょうがない。これはしょうがないよ。ありますね。クロンプに入りに来る。スクライアブルームには映りませんが、これでキャニオンがいることが分かりました。今日はここでこの2つのレーンで勝負しに来てるわけですよね。そうなりますね。ですからなおのこと、はい、このソロレーンのところで素晴らしい、ナイストレード、大きくなりますね。なるほど。さあエビは大量にミニを貯めている。アリアパドルさ、当てていた。いい話、いい話、すげえ、すげえよ。そう通しながら主導権をかけ、どれだけアリア選手とエビ選手が後押しできるか。そして理想で言えばカズ選手も。ナイスプッシュ、止めてくるかな。6レベル先行で今いいね。バブル狙いましたが、ここはミニオンに阻まれて、ボットの CS 差もない。トップワンキル、キャリオンがかなりスティールに対して、いや、ただの勝ち、ただの勝ち、1レベル差がやはりあるようです。アリアと、そしていや、ただの勝ちだよこれ。必要、そういった状況になっています。アリアがプッシュ勝ちできてるからこそ、そうなりますね。さあキャニオンは今度はボットレーンで取り切れるよね。後ろ待ってるよ。さあこれでドラゴンコールが、ナイスラゴン、ナイスラゴン、デトネーションオーカスミネクスト、いろんなレーンにそれは美味しい、美味しいドラゴンすぎる。1個目オーシャンはマジででかい、特にエビ君がルチアス。ここでミニオン貯めるんですかね。おっとアリアがボットレーン、おっと、ちょっと待ってよ。6にはなっていないぞ。パドルスターからバース、ナイス、あー待って、うめー、どまい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 、あーうめえ。キャニオンもゾーンの球を当てるんですか。ポンさん若干焦ったね今の。やはり強い。いや、これがダメ。ポンさん焦ったな。いい動きだったんですけどね。素晴らしい動きだったと思いますね。ゾーイがレベル6になる前ですからね。いやーこれポンさん焦ったな。まあどんまい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 。ポリスターナに対してキャニオン選手が球を打つのではなくてアリオ選手を狙っていると。うん、高い技術を互いに信頼し合っているからこその対応でしたね。さあ今度はショーメーカーがトップサイドに動いていますが、これエビチャンスじゃないか、アルティメットから。よえ？急にソロキル、アリオ。え？これエビソロキル、そしてスティールがカバーして。いやエビ本当に強い。今のはスティール選手が近くにいてケニオン選手がトップサイドにいることも互いに分かっている中で、めめ出る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 、ちょっと待って、出る出る、待って、出る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 、危ない危ない、これ危ない、これ危ないな。またアリアボットレーン、ボンバー当ててるよ。そしてエビのテレポートシャットダウン、アリア、いやアリア選手本当に素晴らしい。先ほどボットへのファイトのところでうまくいかなかったところでもなおミッドのプッシュ先行からボットに対するプレッシャーというのを緩めませんでしたね。さらにはベリル選手がトップレーンに移動しているといったところをトップのファイトのところのアクションで見えていましたから、なおさら強気にボットに対して入っていきますね。あの守備的に行くと決めたで、あのダムアンキュアのボットデュオからキルを取ったことが信じられないですね。すごすぎる。いや本当にすごいことが今あのゴースト起きてます。こういうところで知らない選手ですからね、もう勝ちでいいでしょこれ、もう勝ちでよくねえか。有利を握っているのがデトネーションフォーカスミーです。ここでミ
ニオンウェーブを貯めて、スティール選手が加入かトップに対する大もう無理だ、もう見てられん、昨日より数段きつい、昨日より数段きつい。ミニオンもせき止めました。だいぶがある。あー、いいウルトだな、それいいウルトだ、やめた方がいいと思う。やめたらミニオン全部消えるでしょ。殴りに行く、殴りに行く、殴りに行く、スティール振らし切ってる、振らして追いに行く、そのアグレッシブさは、うわエビにアシスタがついています。キル獲得はデトネーションおかすみ。ボットレーンではユタポンフラッシュを使ってタワーダイブは避けたようです。ボットのタワーダイブを避けてるよ。に対するリターンをしっかりとダマンは取ってはいますが、デトネーションフォーカスミ、ボットいなしてんのでかすぎる。さあただ逆サイドでキャニオンカウンタージャングル、ずっとずっとずっと成功。しっかりとアリア選手がミッドからカバー、ゆっくりゆっくり、そこ死んじゃダメだよ、そこ死んじゃダメだよ。ナイスナイス、あのスプレーシールを使わせた。パワープレートは2枚獲得、ダムアンキアボット。ラジミオンウェイタイミング、リコじゃない、リコ1回挟んでよくない、しばらくトリスのアリア選手の動きとトップレーンとソーレンの2人の動き、トリスのビルドがしばらく進んでね。ケニオン選手としてはジャングルのパームではなくてカウンターのアクションをすることでしなければなりませんでしたから、アリア選手とショーメーカー選手だとショーメーカー選手が若干育っている状況ですが、これどうやっていなしたの、これどうやっていなしたの、いや素晴らしい、うわー素晴らしい、素晴らしすぎる、完璧でしたね、ダブリのタイミングよ、よくいなした。クラーケン、迷ってたよね今ね、クラーケン、そこでディフェンシブアイテムに行かないんだよ、考えてましたかね、そうでしたね、全体的に柔らかい、クラーケン攻め、完全に攻めビルドいいんですが、攻撃するチャンスが少なくなるだろうということで、クラーケンスレイヤーの3発目をしっかり的に当ててバーストダッシュにしたいというところですかね。スティールダーク、うわー、キューをよく綺麗に避けてるよ、アーゴ取りてきてる、GP アルティメットない、バブル当たってるけどシールドか、ふぅ、エビ選手がトップレーンからミッドレーンとロームしてきました。ドラゴン2個目、セカンドラグ GP ね、アルティメットも TP もない、このドラゴン全然触っていいよ、フリーでしょ、おいマジか、ドラゴン渡すの、カン選手が使うガングプランクのアルティメットが上がる前にこういった形でオブジェクト先行して触っていくという判断は素晴らしいですね。ねえスティール CS 負けてないんだけどモルガナに。さあクラウドソウルです。なんでマウンテンじゃないんでしょうかね。そうですね、いいよ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 、全然いい全然いいですけどね。ウディアがでかい、ウディアがでかい、サイドに有利に働きましたね。さあキャニオントップ、エビ君頼む、いつもの勘を働かせてくれ、今行っちゃダメよ、今行っちゃダメよ、今行くな、今行くな、今行くな、頼むエビ君、落ち着いていこう、立ち位置、うん、大丈夫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 、フラッシュを使ってタワー下へからのナイスイナシフラッシュは落とされましたが、ここでキルを取れなかった、シャッターゴールド相手に入れなかったといったところの方が大きいですね。さあベリルは、おうまいや、うまうまうますぎ、アルティメット狙いに行く、まだない、エビくんまだない、エビくんまだないよ、エビくんまだないよ。さあ現在のトータルゴールド、ゴーストが現在1位という表記が見えました。あ、有利を握ってるのはショーメーカーです。さあまだミッドにいます、これはデトネーション、ミッドに TP テレポート、アリアがミッドレーンに戻ってきました。トップに対してヘラルドを取りに行く動きですね。なるほど、もう一度ステイルダイブポジション、もうボットはステーか、ボットステーか、これボットステーだね、ダイブ、ダイブ、それは行ったべ、それは行った、それは行った、これは決まったでしょ、ナイスナイスダイブ、トップのファーストをナイスダイブ、できたらアーゴット行きたかったけど、そんなこと言ってらんない、いいダイブでしょ、ねえすごいんだけど、これで俺どうすればいいの、ねえ俺これどうすればいいの、俺これ無理なんだけど、俺これ無理、
これお金差がダムワン勝ってるじゃん。で普通にやっとったら大負けしてんだからね。これ俺その DFM 側は俺たちはいろんなところで動いてることによって食らいついてるんだよ。ことができましたから、ゲールホースもゾエがストップを誓いました。ブリンクは2回、さらにアルティメットで無敵になる時間もあります。お、そういえばそうですね、モルガナとビクターが、ビクタールーデンズエコーじゃないんだ。結構溶けるの早いかもね。ダメージ出るぞかなり。さあそういう意味では何でしょう、記録を破った。でもその代わり捕まえやすい。いやありゃいいダメージだ。ナイスアラス。ブラックシールドを使っている。数が裏へというシーンであります。裏から入ろうとしてる。照明化を狙うか。照明化を狙ってる。リフトヘラルドはボットルにすぐさま映像。ポンさん押そう、すぐポンさん押そう。アリスタ寄ってきてるよ。TP で、うわこれ熱い。どうなんのこれ。ナイスタワー、ナイスタワー。あ、照明化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 。ナイス。ちょっと待って。ねちょっと待ってくれ。ね何が起きてんのこれ。素晴らしいプレーです、デトレーションカズミ。ナイスダイブ。ドラゴンの準備のためにミッドを狙って。ポンさんよくいなした、よく逃げ切った。ドラゴン3つ目獲得 DFM。 先手を取っていきますね。見事ですね。これで3つ目のドラゴンです。なんで世界一相手に受け身じゃないんだ LJL。 よく攻めれるな。そうなんです。いや強いですねこのチーム。いやいや他人事みたいに言わないでくださいよ。リプレイです。いや本当に仕掛けが素晴らしいですね。思い切りがいいと。ナイスルド、フォーカス、これナイス、スティールナイス、スティールナイス、スタン。あ、もう信じられないって、ちょっとコーチも信じられないみたいな表情になってましたよ今。乙女みたいになってましたよヤンコーチ。セロさんの表情気になるな。どういう複雑なのかな。9分30秒20分。プロゲーマーの気持ちちょっとわかんねえな、深すぎて。そこでまた一つ構成をかけていきたいですね。いやいいダメ。うわナイス。でもレッドで回復するけどね。体力が回復していく。ドラゴン4分、ドラゴン4分。ところで相手のキャリーの体力を削るというだけでもローテーションの先手取れますから。スリップアップのビッグハンド。アーゴと遠いよ。あーゴーストが集団戦に参加できません。いやいやいや、逃げよう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 。 GP のアルティメットをしてるからそれ終わってからでいいでしょ。ほとんど温存できているぞ。そしてもう一度アリア狙う。スリップアップのヒット、ナイスパブレー。ダムアキアが下がります。アグレッシブすぎる。こっちがドキドキするわマジで。どうやったらそのメンタル出てくんだよ。 C9 に勝ったのデカすぎんだろ。バブルイグナイト、あーシールドです。キャニオンバロンの視界完全に取ってる。いやいやという組み立て方をしていたのですが、冷静にこう、まあ、ベイトを察知して。トリスタラにキルが入ってないのは気になるけど。さあ現在ガンクプランクの一衝撃。でも言うて2キル、おっとカンを狙う。これバロンが怖い、バロンが怖い、バロンが怖い。早くしないと。やるんだったら早くしよう、やるんだったら早くしよう。ゾーイが得意な状況。いやーこれ時間稼がれてる。バロン走ろう。いやーこれどうなんだ、これどうなる。ゾーイが、ゾーイ次第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 だよ。レル焦っちゃダメ、焦っちゃダメ、焦んな、焦んな、焦んなよ、焦んなよ、まだぞ、焦るな。ナイス、ハラス、レル入っていい。おおレル逃げ、うわー、トリスター。バロン、バロン、バロン、バロン。いい、リセット、リセットでいい、リセットでいい。アーゴとゾーニング、アーゴとゾーニング、大丈夫大丈夫、カズーたち、おとりでおとりでおとりでいい。追い出して、追い出して、取れるぞ、バロン取れる。バロン取った。このままキャニオン選手が狙えるところではありますが、ガングプランクの回答能力が非常に高いので一旦ここは冷静に下がるという感じになりそうですね。さあ4人バロンバフを持ち帰りますデトネーションオカスミ。3000ゴールド有利は3000ゴールドあります。ちょっと足りないみたいな。仮面ボイドができたからね、仮面ボイドができた。ビクターがかなりダメージの出る時間帯、アイテム差ゾーイとはかなりあるね。あ、できましたね。さあテレポートで戻ってきた。カンが現在レベル12、エビがレベル。でこっち何がでかいって、さっきの集団戦でフラッシュほぼ使ってない。
ほぼフラッシュ使ってないっていうか全部ある。このバロンバフ使ってギャッといっちゃってもいいかもしれない。敵のザヤがフラッシュ落ちてるよ。エビが落ちてますね。そしてアウゴットはタワー破壊能力がとても高いですから、そこを活かしたいですね。ハラスハラス。さあそのエビのレーンに対しては、アーゴットナイス、アーゴットナイス。かなり安全マージンを取ってのプッシュ。いや違う、正面からいい、うますぎ今のやば正面からのいい、キモ。どうすんのそれドラゴン。いやいやガズだ、いや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 、ギブでしょギブでしょ、フラッシュ、いやギブでしょギブでしょギブでしょ、待て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 、ルートカット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 、あいや CC 食らっちゃダメだからね、 CC 食らっちゃダメよ。アリスター W キミスター、アリスター W キミスター、アリスター W キミスてるよ。トリスミット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 プッシュミットプッシュミットプッシュ、これで3本のタワー獲得、いや4本です。バロンバフから4本、バロンパワープレイが3900ゴールド、5000ゴールド買ってます。明確化しつつ、嘘でしょ、ここで 1v1 になって、エビくん嘘でしょ、エビくんマジかよ、カンソロキル。さあエビ強い、エビくん待て待てよ待てよ、レールナイスカバー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 、ナイスカバー、それちゃんと下がろう。フラッシュはないんだよな。いや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 、今のはね、今のはナイス、今のはナイス、今のは、今のはでかい、今のはでかい、今のはエビ君が死んでたらまずかった、シャットだった。ナイスカバー、ナイスカバー。先ほどからこのベイジュ選手がポジション取ってるポイントでベイトをかなり狙ってきていますから、奥の視界をどこまでしっかりと天に抑えられるかというのは、深呼吸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 だよ。さあ今度は、まさか浮いてる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 、悪い、いやバック、ナイスフラッシュ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 、いやナイスフラッシュ、 ADC ダウンだよ。ドラゴン ADC と腕はフラッシュ効果になったら全然悪くないって。日本一歩エビがボットレーンからボットプッシュして一歩寄ろうかというような動きも見せていますが、ここはワードがありました。ラッシュの判断でいいと思いますね。レベル15ラッシュの判断でいい。はい、ザヤのアルティメットまだ上がっていません。フラッシュもそしてヒールもありません。いやその際どいな、 GP のアルティメット来るぞ、 GP のアルティメット来たらバックでいいと思うけどな。いやアリアさんのさポークを耐水していこう、そっちの方が絶対いい。ラッシュ、ラッシュよくないよ。ここは数が当たりましたが問題ないでしょう。ポークポークポーク、いやダメージやば、モルガナのというようなデテンションフォーカスミの動きですね。ダーマンケアからするとよく我慢したような、そういう形。いやバロンピット内強すぎる敵が。さあ一度仕切り直しです。でもいいですね、本当に先手が取れてますね。このところでバロンピット内は戦っちゃダメよ、絶対取れる時じゃないとバロンは触っちゃダメ。コントロールもしっかりとデテンションフォーカスミが抑え、 AOE が多すぎる。当たるとしたらゾーイのハラスがうまくいってからだよ。腕はフラッシュナイナバレてるよ、腕はフラッシュナイナバレてるよ、腕はフラッシュナイナバレてるよ。その位置よく怖くないね、スティールすげえ。ブルーがこのタイミングでアリアがブルーバフ持ってるのマジでナイス。 GP フラッシュ GPTP だな、こっちのアゴと押してないからね。さあドラゴンとバロンを交換、ザヤが遅れるよ、ザヤ、ザヤ合流遅れるよ。G ビルド、G ビルド来てる。ああバブル外すか、いや取っていい、ナイス。いやバック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 でいい、バックでいい、バックでいい。え嘘でしょ、えいけるのか、フォーカス、いやいやいや、バック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 、逃げてくれ。いやゾイ、ゾイフラッシュね、ナイス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 、十分。キャニオン選手とベリル選手がフロントに入って、ビクターとザヤがバースト出せるタイミング状況というのを作り出すのが本当にうまいですね。難かったね、今の今の集団戦マジ難かったな。アリアのバブルが1個でも当たってたらマジ変わってたかもしんない。ここで照明家選手、あーズータンちょっと浮いちゃったね、ちょっと浮いちゃってる。ああ出せていると
タポン選手がシャットダウンが結構落ちたんだよね、日本。地形的にも殴りに行くことができなかったですね。今のはもうズータンがおとりのアルティメットっていうのが確定だったし、スキルないようなもんだからバックで良かったと思うけどな。やはりゴーストが一番ゴールドを稼いでいます。ユタポンも同じぐらいのゴールドを持っている。まあでもこのバロンで何を取るかだよ。このバロンで何を取るか。対面のキャニオンに対して2000ゴールドの有利。あるいはフラッシュ使って。今拾ったフラッシュを使ってゴーストを狙いました。レッドオフ。キャニオンがスマイトルを抑える。バブル当てていく。ナイス。当てれてないよ。あ、いや、ダメージ出してない。腕はそこだ、そこで耐えてくれ耐えてくれ耐えてくれ。ナイス。え、ちょっと待って、ここでワンダウンはデカすぎる。バロンバフあるよ。え、バロンバフあるよ。狙いに行けますね。ビクタートップレーン出てますから。ファニアトップのインヒビタータワーがないですか。インヒビター狙いますし、サバタリアのハラサラサラスゾーイブルーバフ生かしてくれ。インヒビターも取れる。トップレーンに流れてツーインヒビターも狙える。エビが相当プレー。エンドの判断。エンドの判断。どうなる。GP のアルティメットが邪魔だね。一回バック行こうか。インヒビターを追っていく。いや、絶対折れる。このウェーブのクリアがデザイン、ダムアンケアは難しくなっています。キャリオンがもうすぐアップ。トップのウェーブ押されてんのうぜえな。さあ、ネクサさんは一歩を取れる、一歩を取れる。え、取った。ベルまではあと10秒。4人。あー、それ9当たっちゃったの痛いな。スキルショット一旦下がります。デトレーションおかすみ。あー、それでも、いや、でも取れるもん取った。マジで心臓痛い。 FM 無理、しんどすぎる。エンドっていうのも見せられますよね。見せられますね。さらに2レーンのインヒビターを破壊できていますから、今自分でも分かります。自分の心臓がバクバクしてるのが今自分でも分かるぐらいバクバクしてます。選手たちがここでミスったら逆にきつい。このスーパーミニオンウェーブを敵に食われた状態、ここで閉じないときつい。選手たちも絶対に締めてくれ。集中力切らさずに、そしてミスをせずコミュニケーションを正確に取りながら、今までと同じようなことをすればそのまま勝てますから、うん、でポンさん GA 完成。ファイトに向けてこれをダムアンケアが押さえれば3つ目となります。いや、これは取れるでしょう。ドラゴンはこのドラゴン GP とビクター TP あるけど、いや、ナイス。それ EQ。 あー、惜しい。ズータンの位置見覚えある。クラウドソウルを取らせてエルダードラゴンを狙っていくと。なるほど。いう形に切り替えてますね。ナイスクラウド、ナイスクラウド。それ行く判断。一気に決めたいですね。ほお、エビくんやば。エビくんがやばすぎる。フラッシュは？おい、フラッシュ！いや、攻めすぎかもそれ。ちょっと待ってね。いや、アリスタフォーカス。アリスタフォーカスしない。GP のアルティメットに行って、あー、これうめえな、敵が。バック、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 バかなりパワーができている。タンク対策のアイテム積みまくってるからさ。なってきましたね。で、人数のアドバンテージ。さあ、バロンタイミング、さあバロンタイミング、次のバロンの時間に GP のアルティメットは湧くか。バロン残り5秒。ナイス。それ取りたい、それ取りたい。厳しいか。さあ、このスカトルはどっちが。ナイス。スティールが取りました。スティール取ってるよ、スティール取ってるよ、スティールだよ、スティールだよ。ミッドがポンさんが押してる、ミッドがポンさん押してる。これ追い出されるよ、無理だもん。ミッドがこれね、これどうしてると思う、バロン。いや、無理でしょ。いや、カズ選手 GP が行ったか。オッケーオッケーオッケー。ナイスバブル、ナイスバブル。ホイリーに行く。トリスがブリンクイン、トリスがブリンクイン。あー、どうなんだ。いや、アリスター追い出したし、アーゴットテレポートあるでしょ。これテレポートで帰ってきてバロンでいいじゃない。テレポートで帰ってきてバロンでし
テレポ、いや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 、全然よ全然よ全然よ、テレポートは裏 TP あるこれ。あー、まあ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 、いやこれマジでダムはうめえ、いなしすぎでしょ。 GP のアルティメットなくなった、 GP のアルティメットないよ、トップのミニオンウェーブできてる。ナイスナイス話せ。これ取ったろ、おい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 、冷静ですね。さあインキビタータイマーが上がって、ツインキビタがそろそろ復活します。エルダーまでは3分30秒、そしてバロンタイマー残り3分ありますから、この3分間でレボルさん決定的な有利を絶対に決めてくれ、絶対に決めろ。何があるか分かりませんから、エルダードラゴンが湧く前に勝負を決定づけるといったところ、特にダムアン相手にはそれが求められると思います。そういったところの勝負強さがあるからこそ世界王者に君臨しているわけですから、その彼らに勝つためにはこの今持っているアドバンテージを3分間で生かしきってネクサスの破壊までやばというのは間違いなく求められますね。その上でやはりスティール選手のパフォーマンスが本当にいいので、ミヒミの間入っていくタイミングをどう作っていくかですね。さあミッド、そしてボットも押し込んで2ウェイ、アリスタフラッシュないよ、アリスタフラッシュないからね、ミニオンに TP 使って、うめえアリスタ。いやでも問題ない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 、これうわぁ、ええなんだよそれ、ズルだろ、バグでしょそれは。フラッシュ、ウディアちょっと焦ってるな、バックできる、いやちょっと待って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 くれー、ちょっと待ってくれ、焦るなー。いや照明が強すぎる、カオスストーム、これエンドか、何秒。さあダムアンキア一気にテレポート、ミッドラゴンプッシュにかかります。これはリコールさせないためのダムアンの動きですね。何秒何秒これ、レル20秒レル20秒レル20秒マジかよ、マジかよ。いやこれが世界の壁なのか、ただあと一歩手前までデトネーションフォーカスビーはダムアンキアを苦しめました。勝利したのはダムアンキアとなりました。うわー、最後の最後でザヤとビクターというカイドが得意なチャンピオン相手に真正面から飛び込む形を冷静さを欠いてしまいましたが、ただ冷静さを欠くのも当然ですよ、なんて言ったって相手は世界王者ですから。あの最後の集団戦見してくれ、最後の集団戦見してくれ、あと一歩まで追い詰めたら間違いないです。あー無理だ、これ曲げんだよな、もうインタビュー見れ。はい、それではこちらデッドネ、あ、すいません、もしもし、あ、じゃあ、もう来てるみたいなので告げさせていただきます。さあ、それではこちらデトネーションフォーカスにからゆとぼう選手お越しいただきました、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、凄まじい試合でしたが、今のお気持ちまずはいかがですか。いや、その正直思ったより勝てそうだっただけに悔しいですね。その LCK1 位にそう実際どう戦おうとか、どんな意気込みでみたいな話はしてましたか。まあでも前日からそのやることやってレーニングは結構無難に過ごしつつ、まあレベル1でいろいろ狙ってみたりして、まあ、やることやって意外とまあそうしたら勝てるんじゃないかなっていう話をしながらやってましたね。そのいいスタートを切れてゲーム展開も自分たちが持ってたと思うんですけど、逆にその勝ってるだけに緊張してしまうとかそういうのってありませんでしたか。まあ僕は結構しましたね、正直ビルド選択もちょっと良くなかったなって思いますし、動き自体もそこまで、まあ、普段通りの動きはできなかったのかなって思ってるんで、まあ、結構悔しいですね。
うん、だからそんな中で本当にこの前半戦最後の試合で素晴らしい試合を見せたと思います。その中でこうどうでしたか、MSI、まずは全チームと1試合ずつ戦ってみて。そうですね、まあそのやっぱり僕たちが日本の代表として結構全然いけるんだなっていうことを実感できたんで、それは良かったなって思いましたね。やっぱりこう不安な部分からやっぱりこう自信が持てるようになってきたっていう感じなんですかね。そうですね、もうみんなプレイからも自信があるような動きになってるんで。ありがとうございます。その中で今度その最後の日までにその2日間っていう空きがありますが、そこで相手も準備してきますし自分たちも準備を行うと思うんですけど、どういうふうにやっていこうみたいなのは今イメージは持ててますか。まあ、僕個人的にはやっぱりその最初日本っていうリージョン他の国に結構舐められてはいたと思うんですけども、ここからまあ他の国もしっかり対策してくると思うので、僕たちもねこの2日間でしっかり準備してやっていきたいなと思ってます。いや本当に戦えているところを見せてくださっていると思います。ありがとうございます。それでは、こちら現地日本でも本当に大勢の方がこの試合を見守りそして応援していますので、そちらに向かってのコメントぜひお願いいたします。そうですね、まあ、残り3試合なんですけれども、正直今日の試合見てもらったらうまくいったら全勝もね狙えると思うんで、ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございます。私キャスター陣も全力で応援しております。デトネーションフォーカス2からイタポン選手でした。このチャンス掴みたかったなぁ。いやぁ本当にな、パーフェクトだったよ。もう焦っちゃうよなぁ、焦るよなぁ。多分相手にこの試合内容だよなぁ。いやぁ対策してくるダブ&C9怖えなぁ。これ怖すぎでしょ。いやー